次に櫻井翔君。櫻井君。立憲民主党無所属の櫻井翔です。本日も質問機会をいただきまして誠にありがとうございます。質問に入る前にちょっと一点、大臣に要望させていただきます。11月18日前回の財務金融委員会におきまして、藤岡委員から、FTX の破綻の問題について藤丸副大臣にご質問させていただいております。この中で、投資家保護の観点から、対応の整理または状況によっては法律の見直し等をお願いしますということを要望させていただいております。これその後、まだ、大きな動きにはなっていないようですけれども、当局においても適切に対応いただいておるとは思いますが、そういうことで大臣よろしくお願い申し上げます。続きまして、質問に入らせていただきます。今日は金子政務官にも来ていただいております。ありがとうございます。前回11月9日内閣委員会で、ファトフ勧告対応法案で私質問に立つということで、通告させていただいたで来ていただいてたんですけれども、すいません、時間が足りずに質問できずに終わってしまいました。ちょっとこの場を借りてお詫び申し上げるとともに、その、積み残しの質問を今回改めてさせていただきたいというふうに思います。まず、この時質問させていただこうと思っていたのは、この金の地金の、密輸問題でございます。これ、資料1にも載せておりますけれども、この金の地金の密輸、これ、なんでこんなことが起きているかと言いますと、密輸をしたものを、今度、正規な形で輸出をすると、輸出をしたときには消費税の還付金がもらえるということで、この消費税の還付金を騙し取ることが目的ではないのか、こんなふうにも言われております。で資料1、ご覧いただきたいんですけれども、この下の方の輸出入の量の、推移でございます。日本は金を大量に産出する国ではないにもかかわらず、この下の線が輸入でございます。輸入は少なくて、輸出がこんな多いんですよね。100トンとか200トンとか、こんな輸出しちゃってるんです。日本の国からどんどん金がなくなってしまうんじゃないのかと、こんなふうにも心配するんですが、特に顕著なのが、平成26年から平成29年にかけて、これ、どんどん増えていっております。輸出が増えてるんですね。で、この裏側には、平成26年に消費税率が 5% から 8% に上がったと。先ほどの輸出還付金の、詐取を目的としているならば、うまみが増したと。ということで、それで密輸入が増えて、そしてその分輸出も増えているのではないのか、こんな推測も成り立つかと思います。でそこで、大臣に、政務官にお尋ねをしたいんですけれども、平成29年から30年にかけて、これ逆に215トンだったのが156トンということで、約60トン大幅減少している。これなんででしょうかというのが、ちょっとまとめて質問させていただきます。一つ目の質問です。で、これ、私が思うに、平成29年11月にストップ金密輸ということで、密輸入の取り締まりを強化したということで、そうすると、密輸入が減れば、元の金が、金がないわけですから、輸出して還付金をもらおうにももらえなくなる、こういうことが起きていたのではないのか。逆に言うと、この減った60トンの分、平成29年には、還付金の詐取が起きていたとするならば、60トンかける、グラム今8000円ちょっとですから、かけるの8000円というと、4800億円が輸出をされていて、そのうち 8% が還付されていたということになると、384億円が還付金として詐取されていたのではないのかと、そんな心配もするわけです。で摘発押収されていない分が相当数ありますので、これは相当の税金が還付金として詐取されていた可能性があるのではないのかというふうに考えるんですが、政務官のお考えをお聞かせください。それから、そもそもですね、日本の金は、ひしかり鉱山で年間7トンぐらい生産されているというのが日本の現状です。で日本の国内でも、装飾品とか工芸品、あとエレクトロニクス関連、機械製品などで金の消費されているはずです。それなのに、この輸出量が輸入量を大幅に上回っている、これ、なんでなんでしょうか、この差、一体どこから来てるのかということですね。それから統計上、金の輸出が輸入を大きく上回っているのは、
結局、輸入が密輸で統計に現れなくて、輸出は消費税の還付金申請するために、これ、統計に載ります。この差がこんなふうになっちゃってるのではないのかというふうにも、全部ではないにしても相当数そういうのがあるんじゃないのか、こういうふうにも考えるんですが、政務官のお考えを聞かせてください。以上4点よろしくお願いします。金子財務大臣政務官。はい、ありがとうございます。複数ご質問をいただきましたので、それぞれお答えをまとめてさせていただきたいと思います。まず委員のご指摘とおり、平成29年から30年に関しまして、約60トン減少をしている。すべての理由をここで申し上げることはできないんですけど、間違いなく相当の強化、罰則強化をさせていただきましたので、そのストップ金、密輸緊急対策の効果は間違いなくあったんだろうというふうに思っております。また、資料1でご説明をいただきました、令和3年160、下の方の表ですけれども、167という数字がありますけれども、これ、令和3年の貿易統計、11月11日の確定値は138トンでございます。ただ、どちらにしろ、133トンの5トンの輸出超過になっておりまして、輸出超過の要因としては、考えられるのは、国内で産出された輸出される金があること、そしてもう1点は、過去に国内で蓄積された金、1979年から2021年までは、42年間で927トンの金流入が超過になっておりました。その分が逆に輸出をされているのではないんだろうかというふうに考えております。どちらにしろ足元で国際的な人の往来も活発化しておりますので、委員のいただきましたご指摘、非常に大きいと思っておりますけれども、消費税の不正還付にまつわるリスクも踏まえて、非常に厳しい人員状況でありますけれども、税関で職員の適正な配置に加え、情報の取り締まり、検査機械の活用、関係機関との連携を図りながら、今後とも金密輸の防止のため、万全の体制を整えてまいりたいというふうに思います。委員長、櫻井周君。はい、ちょっと大臣にもこれ、お聞きをしたいと思います、これ、資料2と資料3、用意させていただいております、資料2は金のマテリアルフローというもので、これ、独立行政法人エネルギー金属資源機構が発行しているものでございます、鉱物資源の種類によって、このマテリアルフローというのを出していて、金については毎年出しているわけではないようで、直近のものが2018年。ですので、ちょっと古い資料にはなっております。でこれを見ますと、この、いろんなこう、いろんなところからこうフローがあって、先ほど、輸出がすごく多いというふうに申し上げましたけど、そのうちの一部はスクラップとして海外からどうも輸入をしているようで、でそれを国内で回収しているというのが 54.6 トンあると。これで、その分は説明できるのかなというふうにも思いますが、ただ、国内流通というのが 247.9 トンあります。で、これについて資料3を見ますと、国内流通のところですね、これ、どんどん増えてるんですよね。2014年は 48.1 トンだったのが、2015年は90トン、で、2016年には202トンというふうに急速に増えております。で、ここがまさにちょっと怪しいのではないのかと私は思っております。つまり密輸したものをなんかタンスの中にあったんですというふりをして、お店に持って行ってリサイクルショップで売ると、でそのリサイクルショップから、この転々として今度輸出に回っていくと、こういうことが起きているのではないのかと。でここは業者がグルになっていればこれで輸出還付金を詐取することができてしまうわけなんですけれども、そういったことも考えますと、やはり、ここのところやっぱりもしかすると、最大で数百億円規模で消費税の還付金というのが、の詐取というのがあるかもしれないということで、これ、大臣にお願いしたいのは、これまでも税関での金の密輸入の取り締まり、強化してきてはおりますけれども、まだまだそういったものがあるのかもしれないということで、取り締まりの強化、ぜひお願いしたい。先ほど政務官からは人員厳しいというふうにおっしゃられましたけれども、やっぱりこれ、数百億円ですから、100人、200人増やしたところで、十分
ペイするといいますか、元を取れる話でございますので、ぜひこれ、人員増やすということも含めて、取り締まりの強化をお願いしたいというのと、それから金の輸出の消費税還付金の申請について、やはりこれ、厳しく審査をしていくということも併せて提案をさせていただきます。で、大臣、ご見解、いかがでしょうか。金子財務大臣政務官。はい、大臣答弁の前に大変失礼しました。先ほど令和3年のところで数字、輸出量138トン、私、5トンの輸出超過と申し上げてしまったそうなんですが、輸入量が5トンでありますので、その差133トンの輸出超過に訂正させていただき大変失礼いたしました。鈴木財務大臣。金、地金の密輸入の問題につきまして、櫻井先生からいろいろご指摘をいただいたところでございます。でこのことにつきましては、先ほど来お話も出ております、ストップ金密輸緊急対策、平成29年に策定をしたわけでありますが、それを受けて平成30年に罰則を強化して以降、摘発件数自体は、減少をしておりますけれども、しかし近年は密輸形態の多様化、巧妙化などが見られるところであります。引き続きまして、情報収集や分析の充実、取締り検査機器を活用した検査の強化、所要の人員配置などに努め、税関におけるます厳格な密輸取締りを行っていくことが重要であると私も考えます。また消費税の不正還付問題につきましては、国税庁におきまして、従来から重点課題と位置づけて取り組んでおりまして、ご指摘のように厳格な審査や調査などを通じて厳正に対処していきたいと考えております。その上で、こうした税関国税庁の体制につきましては、これまでも強化に努めてきたところでありますけれども、今後とも必要な定員の確保を含めまして、しっかりとした対応をしてまいりたいと考えております。櫻井秀君。はい、今人体制の拡充も含めてというおっしゃっていただきましたので、ぜひ対応、しっかりとした対応をよろしくお願いいたします。続きまして、次の質問に移らせていただきます。本日は黒田総裁、先ほどの道下議員に続いての質問させていただきます。よろしくお願いいたします。今回、この異次元の金融緩和の結果について、改めて質問させていただきます。もうこれ、すでに予算委員会、そして財務金融委員会でも何度も質問のあったところではございますが、やはりこの物価高、今のこの物価高で、国民の暮らしがどんどん厳しくなっていると。で、補正予算で、この補助金で物価を抑え込もうとしておりますが、しかし、補助金の財源は赤字国債、財政悪化が懸念されるところです。財政が悪化すれば、通貨の不振に、つまり円安につながって、ますます物価が上がってしまう、そんな悪循環に陥りかねないわけでございます。一方で、日本銀行においては、金融緩和を継続して、円安に誘導していると。輸入物価インフレを引き起こしているということで、日本政府と日本銀行、この、円安対策と円安促進と、なんか真逆の政策を同時に、実施してしまっているというような状況ではないのか、このことは国会で繰り返し指摘のされてきたところでございます。ただ一方で、日本銀行は金融緩和をやめるということになれば、金利が上昇し、日本銀行の財務はたちまち悪化をしてしまうと。で、政府の債務にかかる利払い費、これも増加してしまうということで、財政がますます悪化してしまうということで、この出口のない迷路に入ってしまっているということも言えるかと思います。これはこの10年間に及ぶアベノミクスと、それから異次元の金融緩和の結果です。当時、安倍総理はこの道しかないというふうにおっしゃられて、発言しておりましたけれども、我々はその先の、その道の先は崖になっているから行っちゃだめだと、こういうことを再三警告、警鐘を鳴らしてきたわけでございます。そのことを踏まえて、改めて質問させていただきます。まず、日本銀行の保有の国債の含み損についてです。日本銀行は11月28日に、上半期、今年度上半期の決算を発表しました。そこで9月末時点での時価、国債の日本国債の時価は544兆円ということになっておりまして、母価が
545兆円ということで、引き算すると、8749億円の含み損ということになっております。で、3月末の時点では、つまり前年度の期末の評価、時価評価とそれから母価評価を比較しますと、4兆3734億円の含み益でしたので、この半年で5兆2483億円、吹っ飛んでしまったということになります。この日本銀行が保有する国債について、これだけ大きな含み損が発生した理由について、総裁、ご説明をお願いいたします。日本銀行、黒田総裁。2022年9月末における保有国債の含み損は8749億円となっておりますが、これは国債の市場金利が上昇し、その時価が下落したことによるものであります。櫻井周君。はい、この時価が下がったということではあるんですけれども、で時価で下がって含み損が発生しても、これ、日本銀行の場合は、国債保有、満期保有ということを前提とした会計処理、すなわち、母価評価をするということになっていて、時価評価はしない、だから時価で上がっても下がっても、関係ないということ、会計処理上は関係ないということは承知をしておりますが、ただこれは実質的には財務超過の悪化であるということは、すべて、見る人が見れば分かるわけでございまして、ホームページにも載っている話でございます。そうなってくると、やっぱり日本銀行の財務状況、不安を感じれば、金利や為替などにも悪い影響が及んでしまう、そんなリスクがあるというふうに考えますが、総裁のお考えをお示しください。日本銀行、黒田総裁。ご指摘のとおり、金利が上昇して、保有国債の評価損が拡大するということはその通りでありますが、他方でこれもご指摘のとおり、保有国債の評価法として償却原価法を採用しているために、評価損の発生あるいは拡大は決算上の期間損益には影響いたしません。また管理通貨制度の下では、通貨および中央銀行の信認は適切な金融政策運営により物価の安定を図ることを通じて確保されるものであるというふうに考えておりまして、そういう意味では日本銀行としては財務の健全性にも留意しつつ、やはり適切な金融政策の運営に努めてまいりたいというふうに考えております。櫻井周君。これやっぱり財務、日本銀行の財務状況が悪くなっていくということになると、やはり逆に裏返して、今の総裁の答弁裏返して読めば、財務が悪くなれば適切な金融政策ができなくなってしまう、そんなリスクがあるというご発言です。今、イールドカーブコントロール変えてなくても、それ変えてないポイント以外のところでこう、長期の金利が上がったりというようなことで、もうそれだけでこんだけ、日銀の財務に影響を与えているということですから、今後、出口をもし検討するということになれば、さらなる財務悪化というのが懸念されるわけでございまして、本当に難しい政策というかところに入ってしまったというふうに懸念をしているところでございます。次に物価の見通しについてもお尋ねをいたします。先ほど道下委員からの質問の中にも、2年で 2% 物価目標、これ物価目標を達成するというのは2013年の就任時におっしゃられていたというところでございます。ただこの9年間は 2% を実現できませんでした。そして今年ようやく実現できそうだということなんですが、これはあくまで輸入物価インフレ、コストプッシュ型のインフレで、来年以降は継続しないと、2023年、2024年、2% 実現しない見通しということは、展望レポート10ページ、本日は資料4としてお配りしておりますけれども、これ見ますと、2023年度はプラス 1.6%、2024年度はもうプラス 1.6% ということで、2% 達成しないということになってしまいます。これ2年あれば金融政策、適切な金融政策をやれば 2% 実現できると、そういうことで当初言われていたんだろうと思うわけなんですが、そのことで良いのかどうか、でもしそうであるんだったら、結局、12年間やって実現しない、
ということになるわけですので、これ政策がやっぱり間違っているというふうに考えるのが普通だと思うんですが、総裁のご見解をお願いいたします。日本銀行黒田総裁。日本銀行が2013年に量的非正規金融緩和を導入して以降、政府のさまざまな施策とも相まって経済状況は大きく改善いたしました。また物価が持続的に下落するという意味でのデフレではない状況が実現しております。ただご指摘のとおり、物価安定目標の持続的安定的な実現にはなお至っていないということは事実でございます。その主な理由としては、やはり我が国では長きにわたるデフレの経験によって定着した物価や賃金が上がりにくいことを前提とした考え方や慣行が根強く、その転換に時間を要しているということが挙げられると思います。もっとも先行き、我が国経済は感染症や供給制約の影響が和らぐ下で、緩和的な金融環境などにも支えられて回復していくと見ております。その下で労働供給が引き締まり、賃金と物価がともに緩やかに上昇する好循環が実現していくものというふうに考えております。このように日本銀行としては引き続き金融緩和を実施していくことで、時間はかかるかもしれませんが、賃金の上昇を伴う形で物価安定の目標を実現することは可能であるというふうに考えております。櫻井周君。ちょっと今いろいろご答弁いただきましたけれども、まず先ほど、大臣は、道下議員の質問に対して、この政府は価格転嫁進むように、道下議員じゃないや、一番最初の、中山、議員の質問に対して、政府は価格転嫁進むように支援していくと、で補正予算でやっていくんだということを、答弁されてました。ということは、これ物価はこれから上がっていくということですよね。資料5に示したとおり、企業物価の推移、これは、日本銀行が公表しているものです。それから消費者物価、これは総務省が発表しているものですけれども、これ見ると大きく開いているわけですよ。ですからこの、で大体これまでの過去の例なり諸外国の例を見ても、まあ企業物価なり生産者物価というのが先行して上がって、それに通じて消費者物価が上がっていく、つまり価格転嫁がすぐには行われるけれども、すぐには行われないけれども、徐々に行われるというのが傾向としてあります。そうすると大幅な積み残しがあるわけですから、これどんどんこれから上がっていくんじゃないのか。でさらに今補正予算でガソリンなどエネルギーへの補助金で、これ 1.2% の押し下げ効果がある、先ほど、政府委員からもご答弁ありました。でこれいつまで続けるのかということなんです。これずっと続ければこれ財政悪化どんどん進んでしまって、大変なことになりますし、やめればこれ 1.2% 分剥落するわけですから、やっぱ物価上がるわけですよね。そうするとこの日本銀行は来年はこの、コストプッシュ型のインフレは収まるという、見通しなのかもしれませんが、そうはならないんじゃないのかなというふうにも心配するわけです。でちょっともう時間残り5分になりましたので、ちょっと次の質問に移らせていただきますが、賃金の見通しについても併せて質問させていただきます。でこの賃金についてですが、資料6をご覧いただきたいと思います。有効求人倍率、これは、を示させていただいております。これコロナ前、今はちょっと、求人倍率下がっておりますけれども、コロナ前はそれなりに高い水準で推移をしておりました。で次、資料7をご覧いただきますと、実質賃金と労働生産性のグラフですけれども、これ実質賃金全然上がってないんですよね。つまり先ほど黒田総裁、労働需給、労働市場が引き締まってくれば、賃金が上昇するというお話をされて、ご答弁、されてました。しかし、この、コロナ前の数年見ますと、労働市場引き締まっていても、実質賃金上がってなかったわけですよ。なんでなんでしょうか。それから、加えて申し上げれば、11月18日の財務金融委員会での、ご答弁の中で、藤岡委員からの質問に対する答弁で、労働生産性の上昇にも、賃金の上昇率は左右されますということで、労働生産性が上がれば賃金も上がると、こういう話もされております。ところが、資料7に示しましたとおり、これ、
実質労働生産性が上がっても実質賃金上がってないんですよ。これなんでこんなことになっているのか。でそうすると、11月18日の、まあ、本委員会、財務金融委員会、そして今日のご発言も、これ黒田総裁の発言とそれから日本経済の実態、異なっているんではないのかと。発言は修正されるべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。黒田日本銀行総裁。ご指摘のとおりですね、日本銀行が2013年に量的規制金融緩和を導入して以降、経済状況は大きく改善したわけですが、その下でもですね、労働需給はタイト化したものの、名目賃金の増加率は小幅にとどまったということであります。で、その背景としては、やはり長きにわたるデフレの経験から、物価や賃金が上がらないことを前提とした考え方や慣行が根強く残っていたことが影響しているというふうに見ております。また過去2010年代におきまして、労働需給のタイト化が賃金水準の低いパート労働者を中心に生じたことも、名目賃金の上昇が小幅にとどまったことの一因であります。もっとも先行き感染症の影響が和らぎ、経済活動全体が回復していくもので、労働需給が全般的に引き締まると予想されることに加えまして、来年春の労使間の賃金交渉では、中長期的な予想物価上昇率が高まる下で、これまでの物価上昇も相応に賃金に反映されるというふうに考えております。で、労働生産性の上昇、これはやや長い目で見ますと、基本的には実質賃金の押し上げ要因として作用するというふうに考えております。もっとも、実質賃金は労働生産性以外にも、例えば労働分配率の変動などの影響も受けて変動する場合もございます。実際2010年代に労働分配率が低下してきたことが、実質賃金を押し下げる要因として働いてきたものというふうに考えております。先行き労働需給が全般的に引き締まっていけば、賃金上昇につながっていくというふうに考えております。また内閣府の統計を見ましてもですね、ごく最近では時間あたりの実質賃金は上昇しておりまして、いずれにいたしましてもですね、労働生産性の上昇率は理論的にも実質賃金を押し上げる方向に作用すると思いますので、答弁を修正する必要があるとは考えておりません。委員長。櫻井秀君。はい、先ほど私の質問ですね、生産性、労働生産性が上がっても、実質賃金が上がらないのはなぜか、それから、有効求人倍率が高くても賃金が上がらないのはなぜかという質問に対して、まあ、総裁、まあ、2点お答えいただいているとか思います。これ賃金交渉ですね、労使間の賃金交渉ということ、それから、労働分配率の低下、これ結局金融政策ではないということですよね。だからこの異次元の金融緩和はこうやってずっと続けたところで、まあ、聞かないのも当たり前ではないですか。だから別のまあ厚生労働大臣の仕事かもしれませんけれども、そういったところを修正していく、労使間の賃金交渉で、この間、労働組合側、組織率どんどん下がって、これは非正規雇用がどんどん増えていったから、交渉力がなくなっているわけですよね。交渉力どんどん下がっちゃってるわけですよ。で、こういうところをちゃんと直していかないと、賃金いつまでたっても上がらないんじゃないですか。で、労働分配率だって、その労働組合の交渉力が低ければ全然上がらない。むしろ派遣労働とか、最近では沖合契約、ギグワーカーとか、そういったものが、で、労働法制がどん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 ないがしろにされてると、骨抜きにされてしまっていると、こういうところが問題なんじゃないですか。ですから金融政策でいくら頑張ったってどうにもならないんですよ。だから日本銀行はもうやることはやりましたと、あとは政府の仕事です。しっかりと切り分けをした方が、この金融緩和による副作用を収めることができるというふうに考えますので、まあ、そのことを申し上げて、本日の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。はい、それでは立憲民主党無所属会派を代表して指名をしてから発言をお願いします。次に米山隆